みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。突然ですけれども、10月の9日、祝日の月曜日、体育の日ですね。この日、八王子でギタリスト交流会なるイベントを開催してみようかなと思います。わー、ギタリスト交流会、イエーイ。何をするかはあんまり決めてないんですけれども、とにかく八王子リップスっていう、そこそこ の, このライブハウスがあるんですよ。そこそこ有名なというか、老舗なライブハウスがあるんですけども、そこを貸し切りにして、もうみんなでギターを持ち寄って、あれこれギターの話をしようじゃねえか、ばーっていう、そういう感じの緩い会でございます。別にギター持ってこなくてもいいですし、初心者でも構いませんし、ギター未経験でも構いませんし、もうなんならギタリストじゃなくても別に大丈夫です。まあ、皆さんがね、そのギターをね、このバーッと持ち寄って、こうみんなで一緒にこうギター弾いたりとか、なんかこうギターの話をしたりとか、なんか情報交換したりとか、なんか友達作りとかをね、きっかけになればいいなと思ってるんですけれども、本当にもう、自由な感じです。一応、ライブハウスだからね、ギターアンプとかベースアンプとかドラムセットとかも置いてありますし、そういったもの、備品も全然使えるので、なんかセッションっぽいことをしても面白いと思いますし、みんなで合奏とかね、しても面白いと思いますし、まあ、単純にいろんなギターを弾き比べってわけじゃないですけども、ちょっと触らせてくださいとか、ちょっと弾かせてくださいなんつっていろいろやってみるのもまた面白いかと思います。で、私の相棒のこちらね、ビルコとかマチコとかもね、その場にこうボンと置いておくので、竹谷さんのギター弾いてみてえなって思った方は、ぜひご来場いただければ触れる状態にしておきます。で、会場の中に、僕自身もね、ふらふら歩いているので、なんか聞きたいこととかあったら全然質問していただいても構いませんし、なんかこう、そうですね、なんか質問したいこととか、なんかこう聞きたいこととかあったら全然、写真撮ってもいいですし、別に握手とかも構いませんし、なんか触ってみたかったら触っていいですかって言われたらダメですってこう断りますし、まあその辺は本当に今ね、吉野にしていただければという感じでございます。ちょっとね、夜、少し遅い時間でね、このリップスまでの道って、三崎通りっていう、このちょっとね、アレな通りをこう行かなきゃいけないからね、ちょっとこのアンダーグラウンドな感じはしなくもないんですけれども、一応、会場は夕方6時、夜6時かな。夜6時で、一応6時半からまあスタートって感じですけれども、まあ、皆さんとこうね、お酒を飲みながら、ジュースを飲みながら、なんかこのほほんと過ごせたらなと思っております。ちょっと三崎通りに抵抗があるぜ、つって、このね、女性の方とかね、学生の方とか、ちょっと辺の通りはすごい行きづれいだっていう方は、5時45分に、北口の交番前に集合ということで、僕はちょっと迎えに行きますので、皆さんと一緒に行こうかなという感じでございます。5時45分に、八王子駅、JR の八王子駅を降りて、北口の方にわーっと行くとすると、ターミナルがあって、で、ちょっと左側に行くとね、パチンコ屋さんがあって、その手前にこの交番があるんですけども、その交番の前で待ち合わせという感じでやっていこうかなという感じでございます。ぜひ遊びに来てくださいませ。なかなかこういう機会もね、なかなかないので、この機会に遊びに来ていただいて、まあ、友達作りしていただいたりとか、なんかこういろいろとこの質問したりとか、なんかこういろいろと情報交換したりとかしていただければという感じでございます。で、まあ、もしよろしければなんですけれども、僕の周り、なんていうか、この滝沢の集いの人たちって結構ツイッター使うことが多いので、まあ、僕自身がよくツイッター使ってるからと思うんですけれども、ツイッター使うことが多いので、もしよければツイッターアカウントを用意していただけるといいかもしれません。私、滝沢勝成、滝沢という ID で、ツイッターをやっております。別に僕はフォローしなくても別にどっちでも構わないんですけど、まあ一応フォローしていただいた方がわかりやすいかなと思うんですが、どっちでもいいです。で、なんかこういろいろ仲良くなってね、情報交換するときとかにね、ツイッターとかやったりとかするとね、結構交流がわーっと広がったりとかするので、もしツイッターアカウントまだ持ってないぜという方がいらっしゃいましたら、ツイッターアカウントをこの機会に作ってみるのもまた面白いかと思います。で、作ったら、ぜひ滝沢検索して、滝沢勝さんにフォローしてみてくださいませ。すでに持っているよという方は、そのままで構いませんけれども、なんかこうツイッターを使うと、すごいいろいろ友達が増えるような気がしますので、この辺もうまく活用してみてくださいませ。そんな感じです。場所、時間、お金、その他の詳細に関しては、一応ホームページの方にこのワードをまとめてありますので、興味がある方はそちらをチェックしてみてくださいませ。そんな感じです。何度も言いますけど、マジすげえ緩い回なんで、一人じゃダメとか、初心者ダメとか、ギタリスト以外ダメとか、そんなことは一切ありません。本当別にギター未経験というか、楽器一切はないんですけども、なんか来ちゃいましたみたいな感じでも別に全然大丈夫です。逆にそのガチガチバリバリに弾きまくっててね、なんかそういうの、俺のギターを見ろみたいな感じで、俺のギターテクを見ろとか、俺のギターを見てくれみたいな感じでも全然構いませんし、本当にもうその辺は皆さんの思い読みで過ごしていただければという感じです。途中から来ても全然構いませんし、途中で帰っても全然構いません。本当はのんびり、ゆるく行こうかなと思っておりますので、
いや、よかったらご検討くださいませというお知らせ動画でございました。それでは違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、もしくは八王子リップスで皆さんとお会いできることを楽しみにしております。じゃあね、バハハイ。